中西に可能がついています。ポーターのスリーだ、決めました。トロイポーター、ポーターに対してのディフェンス、今ローソンがついています。入りました、バスケットカウント。ボール奪ったか、奪った。大塚からプロペー、決めました。エンドワン。グロープレーが長くボールを持ってのフェードアウェイで決めていきました。川島ボールを失ってしまった。アウトナンバーだ。大塚から最後はジョンハーラー。最後はカメラに向かって決めポーズも見せましたが、その後やり返したトレイポーターです。大塚からジョンハーラー、そしてゴール下ローソンジュニアというところでしたが、神戸が守っています。エンドワンになりました。ブロープレーから可能、外に4人います。岡田、可能を使う中、ローソンジュニアでした。こういったタフショットが決まると場内も大きく盛り上がります。中西ブロックでいったか、ローソンジュニアが守りました。さらにはブロープレーのスリーポイントが決まった。スピンムーブから中西はリングの下に当たったか。ブロープレーのディープスリーが決まってエンドワンです。セカンドチャンスを生かしています。縦に長いパスが通ってのポーターでした。さらにエンドワンです。2本目はこぼれました。いや、しかし拾い直して決めました。パトリックです。ここはボール奪いました。スティールした、つないワンハンドダンクでいきました。キャロラインです。力強いプレーで、ジョーダン・キャロライン。中西バウンズパスからポーターのダンクでした。ローソンジュニア決めました。バスケットカウント、エンドワン。ブロープレー3、リングに当たった。オフェンスリバウンド、ローソンだ。ローソンが打つ、ホルモリングタップしていきましたが、ここでタイムオーバー。神戸ストークスが守りました。